サハ登ろほう。車じゃ発見できないものが、ね、発見できるかもしれない。ほら、順路はここなんですよ、本当は。ここ。ここ。さっきのところは違うんだよ。あれ多分人ん、もっと人んちなんだよ。多分ね、養殖場かなんかの。だって、なんかもう一軒か二軒ぐらい家あったような気がしたもんね。20何年前の、30年ぐらい前の記憶だから、ちょっと、わかりませんけども、覚えてないですけども。でも、あそこの家だけじゃなかったような気がするんだよな。もう一軒か二軒ぐらいあったような気がする。どっかと間違えてんのかな。どこと間違えてんだ。筑波山か。筑波山。あ、違うな。似たようなところがあんのよね。こういう道で家がポツンとあって。和田峠かな。長野県かな。和田峠も結構すごいからね。うん。鹿に囲まれるからね。うん？見て見て。これドブ板でここ通路になってるんだよね。そこドブ板があって。ここ、だからここもなんか建物があったのかな。そういった、もうなんか、祠か神社があったのかな。何すか、うち、佐代さん研究チームですか。一人しかいないですけど。あ、やっぱ、なんかあったんだね。あ、違うな。石ころだ。でも、ところどころこんな風に平らになってるところがあるんだよね。これ左側はあれなんで、佐代さんのね、佐代神社に行く道なんで、お、なんかあそこだけ明るいってなんか神秘的じゃない？じゃない？行ってみたい？行かないけど。行けるけど行かない。もういいじゃん、今日は。今日はもうね、おしっこしたいし。多分あれは百望の方でしょ。百望の裏側もなんか一箇所だけ明るいとこあったんで。お、不法投棄だらけだね。はい、クリーン茨城終了でございます。やっぱりね、県道の脇はね多いよ。うん、これ登んのか。なんかねえか、こっち。お、なんだ。なの、まあ、不法投棄なんだろうけど。ハケか、ハケかもしれないのか。ちょっと調べてみようか。動物が食ったみかんの。ビーン、ビン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 。ビーン、ビンビンビン。ビーン、ビン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 。あった！お？ちょっと待って、これ地面から生えてるよ。これ、お待たせしましたじゃないですか？違うんですかね？どうなんですかね、ボトルさん。不法投棄ですかね。ちょっとボトルさんに判断してほしい。民家はありましたよ、下に。下にありました。ただここ県道なんで、不法投棄の可能性もあります。ビーン、ビ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 ン。よいしょ。ナーリングあります。ただこの瓶は何でしょう。はい。
豆腐、そしてお茶のカンカンですね。お茶っぱい入れるカンカンで、まあ、とりあえずこのビール瓶系を 見に行きましょうか。よっこらしょ、はいだはいだ。またこれもう頭ほらほらほらいっぱい生えてるでしょう。ちょっと見てみましょうか。ナーリングあります。はい、この瓶は牛乳瓶っぽいですね。ナーリングあります。これはなんだよ。ナーリング、ナーリング、グッグッグ、これはんんん、ちょっと待ってね。あれ、これないな。なんだこれ。あ、あるある、はい。どう思います？地面から生えてますよ。これはハケですかね。下には民家ありました。で、うちの記憶だと 2,3 軒あったはずなの、この通り。もう1軒しかなかったけど、今は。さあどうだ。どっちなんだい。割れてる、うん、似たような瓶だね。不法投棄かな。でも地面に埋もれてるからね。まあちょっと私の判断じゃ難しいです。あ、痛い。キャッチクショ。私の判断じゃちょっと難しいですね、ここはね。もっとなんかあんのかな。意外にこういうのは楽しいですね。歩ってるよりはこういう方が楽しいです、ね。これはなんだ、石ころだな。石垣じゃん、ここ。はは。あ、わかったわかった、これ人んちだ、元。わかったわかったわかった、本当にマジでそうだこれ。で、こっち家あったんだこれ。そうそうそう。だからここだけなんか変な道路みたいになってんだ。そうそうそう。で、この奥が人んちだ。取り壊しちゃったけど。そうだそうだ。多分ね。だからこれ、民家から出ているゴミじゃん。ほらほら。虫の、ん？なんだこれ。これ違うな。エンジンオイルか、なんか。油か。ん？ HO やん。懐かしい。あ、じゃあ MI だ。MI ってなんだっけ。なんでか、俺。ガス？あ、ガスだ、ガス。ガスボンベじゃない、カセットコンロのガス。はいはいはい。ああ。まあまあ、わかりました。じゃああれはもしかすると、この2、うちがいなかった間に取り壊された家のゴミかもしれないですね。ちょっとウプウプし。ね、それっぽいよね。だから ここだけなんか道路になってるのおかしいでしょ。ちょっとね、まあ、ちょっと後でちょっと全体図撮りますけどさ。ここほら、ここだけ、こことここね、道路になってるでしょ。だからここ人んちだったんだろうね。人んちかなんかだったんだろうね。もう憶測です、全部憶測です。うん、だからナーリングはあるけども、まあそこの家のゴミなんでしょうね、多分ね。うん、
まあね。うちの判断は無理っすね。ちょっとね。お、あそこになんだあの丸っぽいのは。ん？うん、だから ここら辺も、あそこちょっと上がるじゃないですか。あそこになんか建物があって家があったんじゃないかな。もしかするとね。この辺ね。うん、草木がまだ細いもんね。そんな感じかな。何も書いてないじゃん。しかも、うちやべえわ。また草ぼうぼだよ、体中。あだこだ結構、元家ですとか、あるね。ここもなんか、元何かがあったんじゃないかな。ここだけなんか平地になってるし。違うのかな。ここの歴史知ってる人がいたらちょっと知りたいね。まあ、こっちの方の笠間は知らないんでね。はい、ここスタート地点ですね。戻りましたね。まあ、ここで終わりにしていいですかね。喋りながら歩くのが結構きついんです。はい。じゃあ以上、歌うたい関石の周りを回ってみたでした。お疲れ様でした。何歩？まあいいや、終わり。